どうも皆さん、ミステリー作家の七尾石です。はい。今日ね、ニュース見せたら、ちょっと個人的にはかなりショックなニュースが飛び込んでまいりましたということで、皆さんに情報を共有したいと思います。はい。こちらですね。アップリンク渋谷閉館へ、先鋭的映画上映のミニシアター。映画配給会社のアップリンクは22日、東京のミニシアターアップリンク渋谷を5月20日で閉店すると発表した。コロナ禍による観客減が原因としている。1995年に前身のイベントスペースが作られ、2004年現在の場所に移転、先鋭的な映画を数多く上映してきた。吉祥寺と京都の映画館は営業を続ける。同社は昨年6月、浅井隆代表からパワーハラスメントを受けたとして従業員に訴えられ、10月に和解していたということで、はい。で、こちらがね、アップリンクの、公式ホームページなんですけど、アップリンク渋谷を2021年5月20日をもって閉館します。4000件以上渋谷のアップリンクが続けてこられたのは、観客さんの皆さんのはもちろんのこと、そこで表現してくれたアーティスト、企画者、映画監督、配給会社、そしてこれまで運営を支えてくれた全てのアップリンクのスタッフのおかげです。本当に本当にありがとうございました。1995年、神南にアップリンクファクトリーという名でイベントスペースをオープンしました。当時アップリンクで出版していたインデペンデントカルチャー雑誌、なんていうのかな、これわかんないの立体版というコンセプトで、数多くのライブやイベントを行い、そして上映は当初16ミリと DV カムで行っていました。現在の宇田川町に2004年に移転し、アップリンク X と名付けた日本一小さな映画館としてスタートしました。その後、カフェやギャラリー、サンスクリーンへと拡大し、インディペンデントカルチャーのホットストポットとなるべく、アップリンク渋谷として、ファクトリーから数えると26年間渋谷を拠点として活動してきました。設備や機材の老朽化による再投資を考えなければならない時期にコロナに襲われました。収入が途絶えた時、最初に一番の支援となったのは、アップリンククラウドの見放題パックやアップリンクソフトドリンク付き回数券を購入くださった方たちのご厚意でした。あら、これちょっと、マウスなんですよね。はい、ごめんなさい。また、ミニシアターエイド未来券では、多くの方がアップリンク渋谷を指定していただき、支援してくださいました。心より感謝いたします。昨年は助成金補助金もあり、ギリギリ生き延びることができましたが、今年はさすがに限界を超える状態で、再投資をしても先が見えない状況となり、閉館と決断を余儀なくされたか。そっか。また弊社のハラスメント問題では、皆様にご迷惑とご心配をおかけし、信頼を裏切るような形になってしまったことに申し訳ありませんでした。引き続きハラスメントのない会社づくりに向かい、社長および従業員一同取り組んでいきます。今後は現在の拠点であるアップリンク吉祥寺、アップリンク京都、そしてアップリンククラウドを引き続きよろしくお願いします、ということで、はい。いやー、あれ、僕、確かね、アップリンク渋谷の会員になってたと思うんですよ。なんか、1年間有効のね、会員券、まあ、いくらか1500円だから2000円払うと、会員料金で見られるってやつなんですけども、それどうなっちゃうんですかね。書いてありますね。引き続き、アップリンク吉祥寺、アップリンク京都にてご利用いただけます。会費の払い戻しをご希望の方には、5月21日より問い合わせ窓口を開設します。一応ね、払い戻しは請求できるみたいですね。まあ、どうしようかな。まあ、正直お金は払ったんですけど、あんまり活用、そんなにたくさんね、アップリンク渋谷でまだ映画見れてないんで、あんまり活用ができていないってとこがちょっと、どうしようかなってとこですけど、いやー、ショックでかいですね、アップリンク。はい。すごくね、アップリンクってね、いい映画館だったんですよ。今、ジャンクヘッドとかやってますし、なんかね、このね、アップリンクは、ものすごくね、座席が面白いんですよ。座席が。はい。アップリンクね、座席面白いんだよね。はい、こんな感じ。ほら、こういう感じのね、わかりますかね。まあ、こういう感じのね、まあ、座席、椅子がちょっとこう、もうお家のような、なんか自宅にホームシアターを作りました的な会場なんですよ。狭いんですよね。
だけど椅子がこういう感じの椅子で、中にはソファーみたいな椅子もあってね、体を伸ばしてね、だらーんとこういうやつ。体をだらーんと伸ばして、見ることができます的なね。ひょっとね、すごく、僕は結構好きな、ね、本なんかも置いてあったりして、まるで自宅のミニシアター、ホームシアターみたいだったんですよね。いやー、なくなるか、そっかー、ショックでかいっすねー。はーい、というわけで。5月21日で終わりですもんね。いやー、これはショックでかいですよ。結局やっぱりコロナによってね、力尽きてしまったということで、まあ無理もないですよね。やっぱりこう、まあほぼ個人事業みたいな形でやっていると、大きな会社がバックについていれば、まあなんとかなるんでしょうけどね。東宝とか東映とか、まあテアトルグループみたいな感じだったらまだなんとかやっていけるんでしょうけど、まあほぼ個人に毛が生えたような、まあ会社では、ちょっと維持していくのは厳しいですよ。それだってこのアップリンクっていうのはね、宇田川町とか、ちょっと奥渋の方にあるんですよね。まあ奥渋にあれだけの設備、広さと、やっぱり建物一棟借りる、維持するっていうとね、テナント料なんかもすごい値段つきますしね。いやー、そうですか。閉館ですか。まあ、これね、ほんとね、政府もほんと、なんとか、してほしいですね。やっぱ保証がないから、こういうことになっちゃうんですよ。もう、日本のね、もう映画文化、一つ、貴重な映画文化一つ消えてしまいましたよ。ね、これ、まあ、ある意味、ちゃんと保証がされてないから、映画館って全然保証受けられなかったんですよね。まあ、飲食店は、時短要請とか休業要請来た時は、それなりの、まあ、なんていうかこう、保証がね、得られたんですけど、映画館って今まで一回も保証が得られなくて、ものすごいダメージ食らってるわけですよね。で、なんか昨日だか一昨日ね、永田町の方で、まあ、ミニシアターの経営者の人たちが集まって、なんか保証してくれみたいな運動してたようなんですけど、まあ、早速ね、コロナによって、まあ、この貴重なね、映画ファンにとっては本当に貴重な映画館が一個消えてしまうということで、いや、これからもね、続くんじゃないでしょうかね。まだ東京は、ミニシアター系の映画がね、たくさんあるから、まだいいんですけど、まあよくはないんだけど、地方なんてミニシアターなんて、各都市一つか二つしかないじゃないですか。まあ僕の故郷である浜松もね、シネマイーラ一つだけですよ。あそこ潰れちゃったら、もう本当に、いわゆる単館系の映画が見られなくなっちゃうんですよね。だって東宝シネマズとか、いわゆるもう商業映画ばっかでしょ？ね、儲け主義だから商業映画ばっかかけてるから、ミニシアターのいわゆる単館系の映画なんてかけようとかそんな全くないですからね。儲け、やっぱりどうしてもね、商業性の強い映画ばっか、ファミリーとか、そんなんばっか使いますから、いわゆるこれ芸術作品とか、まあ大人向けのね、文化的価値の高い作品っていうのはもう地方で見られなくなっちゃうんですよね。で、コロナ、ちゃんとね、こういうもう全国民にですね、きちんと保証してくれないと、明らかに今回のもう緊急事態宣言なんて、茶番以外何者でもないですよね。5月、もうちょうど今度これ緊急事態宣言って、ゴールデンウィークにぶつけてるでしょ。ね、あれ、もうまさにゴールデンウィーク潰しなんですよね。で、なんでそこまでして、政府が緊急事態宣言なんかやるかって言ったら、もう明らかにこれはもう、オリンピックが開きたくて開きたくてしょうがないわけですよ。で、5月の何日かに、バッハ会長、IC、IOC のバッハ会長が来日するっていうことで、いや、その時に、感染者数がとんでもないことになってたら、まずいっていうことで、だからやるんでしょうね。だからこう、緊急事態宣言をね、ゴールデンウィークにぶつけたんでしょうね。これも何もかも全て、オリンピックを開催するためなんですよ。本当にね、オリンピックを開催するために、国民の経済と健康を犠牲にしてるわけですよね。で、オリンピックで儲かるのって結局、政府と仲良くしている、まあ、電通だの、まあ、そういった会社が、結局中抜きで儲けていくわけじゃないですか。ねえ。だけど、国民は、まあ、ねえ、経済的にダメージを食らって、保証もないから、こうやって、店を閉めていかなきゃいけない？だこれ明らかに、この映画館、このね、アップリンク渋谷って明らかにまあコロナの影響を受けてますからね。どうしようもないですよ。でもちゃんとね、真面目に政府の、いわゆる、まあ、時短要請とかね、
緊急事態宣言の要請、休業要請とか時短制限にもきちんと従ってきたじゃないですか。それなのに1円も保証がないとか、どうかしてますよ。そんなの潰れちゃうに決まってるじゃん。もう本当にね、怒りが隠せないです。まあ、ちょっとね、怒りが収まらないですね、今回。僕にとってはね、本当ちょっと久々に、いや、腹渡が逃げくり返ってますよ。こんな貴重な映画館をね、素晴らしい映画館を一つ消してしまったわけですからね、これ明らかにもうこれ、政府の失策と言いますか。ああ、もう、本当に。いやー、このね、アップリンク渋谷ね、いい映画すごいかけててくれたんですよね。まあいろいろあのパワハラ問題とかあって、ちょっといざこざあったけども、まあ、とはいえですね、本当にいい映画、なかなかこう、商業主義、儲け主義で、まあ、映画館ではかけてくれないような映画をね、かけてくれて、ねえ、いい映画館だったのにな、ここ。あー悲しい。こうやってまた一つ一つ、今回のコロナで、このね、このまま行けば似たような感じで、単館がどんどん消えてっちゃうんでしょうね。まあこれ単館だけじゃないですよ。ライブハウスとか、まあ個人が経営してる美術館とか、アートギャラリーとかね。いわばそういった、まあ、文化ですよね。アーティストたちが活躍する場を失って、まあ、文化が一つ一つ消えていくみたいなね。いや、なんとかならんもんですかね。今度ね、ちょっとこの第3回目 ?3 回目の、まあ、緊急事態宣言は、ちょっと今度は本当に保証しっかりしてくださいよ。結局、お願いお願いだけじゃどうにもならないんですよ。だって今まで結局お金出さないから、緊急事態宣言とか、時短、あの、ねえ、まん延防止法とかやったけど、全然効果出てないじゃないですか。なんで効果でないか、保証しないからですよ。お金出さないから誰も言うこと聞かないんですよね。え、先週、まあ昨日ちょっと、昨日おとといまた街出ましたけど、街出たら人がいっぱい溢れてましたよ。土日だって全然人が溢れていて、まあ、よっぽどね、まあそういうの見るにつけ、よほどこの政府にリーダーシップがないんだな、誰もついていかないからこそこういうことになってんだろうなっていうね。いやーこれでオリンピック開くんですかね、こんな状況でも。はい、そんなわけでね、ちょっと愚痴になってしまって、大変申し訳ないんですけども、はい、映画ファンの方たちにとってはね、悲しいお知らせです。特に都内のね、映画ファンの方たちにとっては悲しいお知らせでしたっていうわけで、はい。以上、ミステリー作家の名前でした。ごきげんよう。